ミリアに最後のレディで泣いちゃった。ほんと神回すぎるだろ。アニマスのオマージュが最高すぎたね。あとは次世代につなぐって感じで、はるかっかから未来茶、青も黄色もそれぞれの魂が継承されているって感じがして、めちゃくちゃ良かった。普段はチャランポランだけど厳しいニキ、普段は厳しいけど優しい千早、ほんとこういうところもしっかり描いていて素晴らしかったです。ほんとプロデューサー同士の絡みも最高すぎたし、もう今回は語りたいことが多すぎるんですよ。みんなもぜひ見てください。特に初代アニマス見てた人。ってことで来週も楽しみです。以上、ミリアニのお話でした。